神社阿波神社は千葉県立山市大神宮にある神社。式内社、明神大社、安房国一宮。旧社格は、官兵大社で、現在は、神社本庁の別表神社。千葉県南部、房総半島最南端部の割谷山、安土山山六に鎮座する神社である。伝承では、神話時代に阿波地方、現在の徳島県から渡ってきた隠部市。 隠病寺、隠部氏による創建といい、暗亡の国名、社名は、この淡木部の移住、開拓から起こったと言われる。古代の暗亡国は、アワビの行進地として朝廷から重要視され、暗亡国の中心的神社である、暗亡神社もまた古くより、重要視された。特に、全国でも数少ない神軍が設置された手にや、出雲国造、出雲大社包採士族、 紀の国造り、和歌山の日前、国かけ神宮法塞士族に、並び安防国像が立令成下でも、祭祀を担った点、及び、宮中の大前職にも、未決の陣として祀られていた点が特筆される。中世以降は、安防国の一宮に位置づけられ、明治維新後も、近代社格制度で最高位の官兵大社に、位置づけられたように、歴史を通じて、数形を集めた古社になる。 境内は、伐シ集族を示す人骨多数を包含した洞窟遺跡の発見でも知られ、その遺跡、現在は埋没は、千葉県指定史跡に指定されている。また、社宝のうちで八両橋、遠橋などの文化財を伝承するほか、淡木部の開拓にちなんだ祭礼が、現在まで続けられている。元宮、上宮の祭神は次の七柱。 縁起式神明帳での記載は、安坊座神社の一座。道長ではそれに続けて、式内、大こそ、高神天日、李の命神社、天日里等、命神社の記載がある。これは、安坊座神社の神,神、ひが女神を祀る神社と見られ、現在では、須崎神社、立山須崎、島宮神社、立山須宮に否定されているが、いつの頃からか、 安房神社でも、上記のようにあい、殿神として平死されている。神明朝の記す安房座神社とは、安房に鎮座する神の社の意味になり、この記載からは、元々の神格を、明らかとしない。その具体的な神格をめぐっては、皇述のように、今後周囲、仙台旧児本に高橋四文一分の記述をもとに諸説があるが、現在の安房神社由緒では、蒸気のように、 インベシ祖訟の雨の太玉の命指すとしている。安房神社祭神に関しては、インベシ、陰病寺、後インベシの手になる、今後周囲、大同二年、八百七年成立、及び、仙台旧寺本に、平安時代初期頃成立化に記された、淡木の当選説話が知られる。これによれば、インベシ園祖の天不命、雨の富の実、こと、天の富の実、こと、 アの太玉の命の孫は、各地のインベを率いて、種樹の祭祀具を作っていたが、さらに良い土地を求めようと淡地方、現在の徳島県のインベを率いて、東に赴き、そこに、朝、国、火事の木を植えた。そして、淡インベが移住したのでその地は、安望軍と名付けられてこれが、安望国の国名になったとするほか、同地には祖神を祀る、太玉の命者社が建てられてこれが、 安防社であると、その神戸、神社付属の民庫には、隠ベ氏があるとする。このように、説話では、阿波地方から安防地方に、インベ、インベが移住したように記されるが、安防神社の由書でもこれを踏襲し、安防神社の神職もかつては、安防寄部の政党を称する岡島氏になっていた。加えて、演儀式神明帳に記される、安防座神社という社名についても、 インベ市本願地に鎮座する、アメノフト玉の命神社、奈良県柏原市特別する意味の、安房座、アメノフト玉の命神社を省略したものとする説が、挙げられている。また、大見和宮という旧称と、という家大宮宮、伊勢神宮下空の、愛殿に、アメノフト玉の命が祀られることとを関連づける、説もある。安地方では、安神社のにも崎神社、 立山市須崎、すぐる神社、立山市すぐう、メラ崎神社、立山市メラ、下立松原神社、南房総市白浜町、南房総市千倉町の2社などで道の陰部市による開拓伝承が残ることも知られる。以上の一方、古代資料では、安房軍事、安房神社神職など、安房地方の在地関連人物で、陰部の存在は知られず、むしろ、 安保地方に濃密に分布したのは口実する前、大友部、柏での大友であったことが知られる。そのため、古語周囲の説話の史実性は否定の向きが強く、古語周囲自体が中富野市との勢力争いの中で、因岐氏の正当性と、格差税制の目的で編纂されたのであるため、安保への当選説話は、造作で、東国、特に、 上層地方の中富の主勢力と対抗する目的があったと指摘する説がある。また、数少ない暗報関係人物として、天平2年、730年の暗報国技総長に、暗報国士の目と見えるインベスクネ通りバンディ、インベトリマルカ、中央から赴任した可能性が高いの存在から、関連図たと推測する説や、暗報神社の祭司、神戸に、インベ氏の関与を仮定すれば、 これに、アワインベが結びつけられたと推測する説、その他古くから黒潮を通じて、人々の交流があったこと、黒潮文献が、説話成立の背景にあると見る説などもある。一方、柏出氏から派生した高橋氏の手になる、高橋氏分においても、安保神社祭人に関する説話が記されている。本庁が次領書院、高橋氏分一分によれば、 慶光天皇五十三年十月に安房浮島宮に至った慶光天皇第十二代に対して岩鹿六活命岩かむつかりのみことかしわで支援尊が活をうむぎむぎはまぐりをなます煮物焼き物にして献上した天皇はこれを褒め長くみけをともしんするように命じまた六活命に立ちを授けるとともに大ともべを与えた さらに諸子族、東方諸国作り十二子から枕子、赤子各一人を信条させろか命に付属せしめた。そしてこの時に、和佐国の安房大臣を未決人、未決神、未決の人として放催したが、この神は大前職の祭人でもあるという。日本初期にも同様の伝承が簡逆的に見え、やはり安房に至った。 慶光天皇に対して違和感つかりのがウムギをなますにして献上し、その行で六眼は禅王とも部、柏での王とも部を賜ったとい。また、古事記においても六眼の記載はないものの慶光天皇の時に禅王とも部が定められた旨が記されている。このように古代の安房地方は柏弟子及び高橋氏と密接な関係を持ち、天皇の食前調達。 特に、アワビの功能にあたる、部民氏族の前王友部、柏での王友部、王友部、及びその在地統率氏族の前、王友ただし、王友ただし、友のただしが分布したことが知られる。この前、王友ただし、前王友部の人物名は、国史、皇術、仙台旧児本に、平城系出土木官に参見れる。特に、阿国像、安房国像も同氏族の王友ただし、 共の正しい一族として見えることから、暗亡神もこの一族の放災神であったと考えられている。その具体的な神格については、高橋四文一文で岩かむつかりの命は、死後に宮中の前職に祀られたと記述されることをもとに、岩かむつかりの命であった可能性を指摘する説の一方、元来は神格を持たない、暗亡地方の一地方神と推測する説がある。 蒸気伝承に関連する資料として、演技式新明帳では、宮中の大前職座神三座のうちに、未決の神社の記載がある、宮中、京中の式内社一覧参照。天平三年、七百三十一年の格で、阿波の都地辺に、前人、柏での神を祀らせるようにとあることから、古くは安房地方の女性、都地が上京して、この前人、 ご職人の祭祀を担ったとされ、この記述が高橋史文の記す暗保神の宮中官定の傍傷とされる。この宮中官定は在地神々による天皇への奉仕及び朝廷による在地祭祀の吸収を表すことら複属儀礼の一つと言われる。なお、上記の暗保地方の女性祭祀集団、巫子集団国造一族出身女性化が深刻化されたのが、 縁起式神明帳に見える、高進天碑、李の命神社にいるとする説もある。安報神社は、古代に神軍、一軍全体を、特定神社の所領、神域と定めた軍を持った数少ない神社の一つとして、知られる。霊衆下や、縁起式によると、当時全国には、神軍として、安報国安報軍の北伊勢国渡来軍、伊勢国滝軍、下宇佐国香取軍、 日立国鹿島軍、出雲国王軍、木の国名草軍、筑前国宗方軍の計八軍があり、これらは八神軍と総称された。安保神軍に関する記事としては、文武天皇四年七百年に、上佐国氏が申請して、安保軍の大少な領職に、不死兄弟の連任が許された旨のほか、養老七年七百二十三年の大乗官処分における、 軍事職の浸透以上の連任許可の記事が見え、他の上軍同様に、軍事任用で特別措置が取られている。この軍事職及び、安保神社祭司を担ったのは、出雲国像、木の国作り、紀国像の例のように安保作り、阿波国像一族であったと見られている。この国像一族は、前述のように前王とも部を在地で統率する、王ともただし、前。 大友正し、後友の正し族とされ、この国造による神軍統括に見られるように、安防国、安防神は、朝廷から、未決国、未決人と認識されて重要視された。文献では、仙台旧字本義で、大友直弘滝が、初めて国の宮津子に任じられたとする伝説が見えるが、この大友忠し、友の正し一族が国の宮津子を担ったことは、過少三年。 850年記事の安防国々づくり昭波中へ伴い時期、潜伏マロの記載からも裏付けられる。その他、公認2年、811年記事に見える安防国人の大友直勝マロ、大友とミスクネ勝マロ、また、上和3年、836年記事に見える安防軍人の友の直家氏も安防国造一族と推測される。当院下記や北山省によれば、 この安防国像は10世紀頃までの継続が確認される。なお、平安時代中期の和名章では、安防国安防軍に、神戸豪、神山里の記載が見えるが、これらは安防軍が神軍であったことに関わると見られる。社言では、前日の、今後周囲、仙台球児本議の説話を元にした上で、神武天皇元年に、天府命の下の宮彩人が、 アワ地方、現在の徳島県から、安房地方に至り、当地を開拓した後に、メラ浜の男新山、女神山に、祖神のアの太玉の命、天マネヒ命を祀ったとし、これをもって、創始とする。続けて、安房寄付家系の図に基づき、養老元年、七百十七年に割れたに山、安土山山山六の現在地に潜在し、その際に、天府、命、 天野押日の命が、下の宮に祀られたとする。安房地方に残る伝承として、安房岐部う本慶長、白浜町下立松原神社神官の鉱山下文書、では、天と目光命、天不命はその創始の際、天の太玉の命が、天上から持ち来たった神宝を治め、娘の飯長美命に奉仕させたとする。また、安房岐部家系では、飯長命は、指と指名。 天日は死の父子孫と結婚したとし、これが安防隠部氏の祖であるとする。前述のように、隠部氏による開拓を示す確実な資料はないため、蒸気伝承の史実性は確かではない。確かな資料の上では、前述のように古代安防地方は、直前、特にアワビの供給地と死の性格が強く、安防神もまた古くから、朝廷の未決人としての性格を持ったとされる。 なお、境内からは古墳時代の高月が出土しており、一帯が古墳時代の祭祀地であったことが知れるほか、祭祀との関連は不明ながら縄文時代から、弥生時代頃に墓地として使用された洞窟遺跡も発見されている。文献では、前述のように、古語周囲、仙台旧字本に、高橋四文一文などにそれぞれ記述が見える。また、新昇格直不祥大道元年、 八百六年、町では、安防神には、神戸として、すでに九十四個が当てられていたが、当時さらに十個が加えられたと見える。これは、東国随一の鹿島神、茨城県鹿島市の鹿島神宮の百五個に次ぐ規模になる。国史では、浄和三年、八百三十六年に、安防大臣の深海が、無意から15意下に少女された旨のほか、続けて、浄和九年、 842年に、聖五位下に少女され、上和十四年、八四十七年には、安保国大臣の再資料に、小税の国百国が加えられた胸の記事が見える。その後も、新海は、2二年、八百五十二年には、十三位、天安三年、八百五十九年には、肖像位、君八頭にまでそれぞれ少女された。延長五年。 927年成立の演技式新明庁では、安防国安防軍に、安防座神社名神大月寺ニーナとして、名神大社に列するとともに、朝廷の月次祭、ニーナメ祭りで平白に預かった旨が記載されいる。演技式臨時祭式では、安防神社として記載される。なお、新明庁に見える、下屋国三川軍の式内社、阿宝神社、 栃木県小山市の安房神社に否定も、関連者とする説がある。中世以降については、確かな資料がなくつまびらかでないが、近世成立の安房器部家系に伝承が記されている。これによれば、実称四年、1180年には、源頼朝が当社に祈祷を命じ、その後間が八丁を寄進したという。そして、文治二年、百八十六年には、 安保法眼台、高重の訴えにより、社殿の造営修復を厳明し、以後は在庁の沙汰で造営するよう定めたという。研究6年、1195年には、在庁による横領のあった、和佐国船打層の診療において、鎌倉幕府から、その停止を命じられたという。また、歓喜元年、1229年の記事を所見として、中世以降は安保国で、 一宮に位置づけられたとされる。室町時代には、明王八年、1499年6月の大地震で社殿すべてが倒壊し、文紀三年、1503年に、全財町の安在氏の水居で領主の里見義成が、本殿、水垣を造営し、天文五年、1536年には改めて、里見義弘が造営したという。その後も、文禄慶長年間、 1592年から1615年に、里見市によって、社殿の修造が行われている。江戸時代に入り、元那2年、1616 16年には、江戸幕府からの社領寄進があった。また、寛永13年、1637年には三大将軍、徳川家光から、安保軍勢一位大臣宮領として、主因地30国余りが安どれた。 明治維新後、明治4年、1871年5月には、近代社格制度において最高位の官兵大社に、列した。戦後は、神社本庁の別表神社に列した。また、平成21年、2009年には、本殿、拝殿の大修造が行われている。本宮は拙者、下の宮に対して、上の宮と称される。境内拙者、 下の宮に対し本宮を上の宮と称するのは伊勢神宮の内宮、月宮に習ったとする説がある。現在の本殿は明治14年1881年の造営。間口3軒、奥行き2軒の新名造りで屋根は日和葺きであり、平成21年2009年に大修造が実施されている。本殿前に建てられている拝殿は昭和52年、 1977年の造営で、鉄筋コンクリートによる新名作り。また本殿北側には、主に桶丹神寺で使用される、新選所が接続する。安土茶屋の裏手には、安坊神社洞窟遺跡として、昭和7年、1932年の井戸、掘削工事の際に、地下約1メートルで見つかった、海食洞窟の遺跡がある。 洞窟の大きさは、推定全長22メートル以上、幅3.5メートル。発掘調査により、人骨22体、海星の腕は193個、石星の丸玉3個、縄文土器などが出土した。この洞窟は昭和42年、1967年に、千葉県指定史跡に指定されたが、現在は埋め戻されている。出土した人骨22体のうちでは、 15体に、抜死の収束が見られることが注目される。洞窟からは、弥生土器が発見されたというが、その時の存在が明らかでなく、詳細が不明であるため、従来弥生時代とした人骨の年代については、再検討が必要とされる。これらの人骨を、安房神社祭祀に関係する一族に否定して、安房神社の創始を、弥生時代に遡ると推定する説もある。 人骨の一部は近くの宮の谷に埋葬された上で、インベ氏に固くして、インベ塚として祀られており、毎年7月10日には、神事として、インベ塚祭りが行われる。このインベ塚は、二の鳥居前の階段の手前を東に、道なりに行った場所に位置する。境内抹車として、次の2社がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。